あと、スノミヤの体調を心配してくれるのは嬉しいけど、心配するコメントとかがあると、スノミヤ大丈夫でやってるから、でも先輩に余計に気を使わせちゃったりするのが申し訳ないんで、思っててもスノミヤ大丈夫って言ってる限りは、これでもう体調悪いんでラストでいいですかみたいなことを自分から発信してる時以外は、体調悪そうとか、体調悪いとか、そういうのを言うって気を使わせちゃいたくないんで、思ってても内緒にしてもらえたらと思います。あと、スノミヤがコメントに反応できないことが多い企画ではあるんだけど、スノミヤの概要欄にも書いてある通り、コメント欄の会話、同士の会話やめてねって書いてあるんですけど、誰かに対して攻撃的なコメントをするのは、それが正しいことであっても、やめてください。スノミヤがコメントに反応できない分、軽くコメント欄での会話は全然いいんですけど、その代わり、攻撃的なコメントを書くのはやめてもらえればと思います。せっかく楽しく見てくれてたのに水を差すようなことを、いや申し訳ないけど、みんなが守ってくれたら、楽しい配信になると思うので、よろしくお願いします。ごめんね。守ってくれると嬉しいです。いつも応援してくれるみんなのことはちゃんと大好きだから。応援してくれてる気持ちもめっちゃわかってるし、篠宮のことそれで心配してくれてる気持ちわかってるし、嫌なコメントが来たら、そんなことないだろうと思っちゃいたくなるかもしれないけど、ここは、お父系みたいな心で一緒に応援してもらえたらと思います。よろしくお願いします。ということで、お疲れ様でした。ありがとうございました。